佐渡の金山の世界文化遺産登録を目指す佐渡市では今日、観光の在り方などを考えるシンポジウムが開かれ、およそ200人が参加しました。佐渡の世界遺産登録の意義と未来をテーマとしたパネルディスカッションでは、佐渡の食の素晴らしさをブランド化することで他の地域との差別化ができるといった意見が出されました。これからの佐渡のためにはですね、どうしたらいいのかということがなんとなく不安とですけれども浮かんできました。佐渡市は金山の価値を広める活動にさらに力を入れる方針です。